こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。ここの日は小渕先生じゃなくて西本先生だ。そうそう、今度は西本先生。12月は小渕先生だった。うん。うん。それでね、ご遠方の方からね、どうしても行きたくて、調整してるんですけども、ちょっとやっぱり難しくて、またこういう機会設けていただけますかって、こう、ありがたい、メッセージをいただいてね。そうだよね。いや、本当に嬉しいなと思って。そうだよね。まあね、よくやっぱり医療お医者さんだからさ、こう医療的知識とかさ、難しいんじゃないのとかさ、そんな風なことをね思う人もいるけれどね、我々のはあんまり難しくはならないようにね、先生もお願いしてるし、で、まあ、あの先生自体がね、すごくこうもう笑いっぱいのさ、楽しい講義してくれるからさ、免疫をいかにしてあげるかっていうのがね、そうそうそう、だからさ、あんまり知識いっぱいね頭に入れてもさ、それはそれでそういう場を探せばいくらでもあるしね、本読んでもいいだろうし、ただ本当に直接ああいう先生と会ったり、王ちゃんもそうだけどさ、会ってその雰囲気を味わい、そしてまたやっぱりなんか縁があって集まった、まあ、今回40人ぐらいだけどさ、そういう仲間と、お酒飲みながらさ、ワイワイやるというのはさ、俺それすごく大事なことだなと思うわけ。そうね、だからさ、でも私たちがさ、例えば小原さんちがやるんだからきっと面白いだろうって思ってもらえたらすごく嬉しいと思うのね。そんなに変なことやってるつもり、今までもさ、やってきたつもりもないし、スキーバーずっと長くやってきて、いろんな方呼んできてお話を聞いてもらって、皆さんに本当に良かったって言われて、でなかなかね、ああいう形のスタイルがずっと昔は富士みたいでやってたけども、できなかったし、サロンじゃちょっと狭いし、だからさ、居酒屋でやるんだよ。居酒屋で講演会をやり、そうだよ、でそのまま宴会に入っていくというね、やっぱりこれは面白いと思うね。そうね、そのこの居酒屋の昨日もお会いしてきたけども、大西さんってまたすごい素敵な人でさ、もうガッツがあるし志が高いし、お店3店舗やってるけど、それぞれ全部違うスタイルで、今回はなんかね、いい食材を使ってまたちょっと違うシェフというか板前さんというか、そうだね、料理長さんがやってくれるって、どんなん出てくるのか、それ楽しみなんだけどさ、自然栽培のね、そう、食材を使うっていうのが一つの売り出しさ、だからそういうところにこう自分で言うのもあれだけどさ、随所にこう工夫がね、凝らされたイベントだよ。そうね、なんだか適当にやってるように周りでは見えるけど、そうだよね、楽そうだよねって思われてるよね、きっとね。でもね、結構ね、じっくりと観察してもらうとね、俺は面白いなって思うよね。そうだから、そういう形でね、自分で言ってしまうとね、大丈夫なくなるからさ。でもさ、彼の場合さ、そこが持ち味なのよ。なんかすごい構えてさ、こう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 でこうなんですみたいなことを言わないじゃん、その場合は。なんか面白いからやろうみたいな感じでやってるけども、でも実はすごい。だからそれがさ、例えば本当にお茶が小笠原行ってガンが治っちゃったりとかさ、そういうのにつながるわけじゃん。そうだよね。そう。だからそういうさ、ところに乗ってこれるっていうかさ、人は、恩恵に、恩恵を受けることできるよな。そう。そうそう。と、俺は思うのよね。だからあなたが書いたね、イルカの本を読んで、若い頃読んで、やっぱりイルカのお仕事がしたいって言って、パラオに行っちゃった人もいるしさ、そうだよな、そういうようなことで本当にきっかけになりましたとかって、言われることも多いしさ、なんかさ、やっぱりねじり鉢巻きで、なんか頑張ってさ、やらないといけないみたいな価値観っていうのはね、ずっとあるわけでさ、それも必要な時はあるだろうけど、だけどもなんかこうさりげなくさ、さっとこうやってしまえるようなね、そういう中にさ、やっぱり価値を見出すっていうことも大事だよね。そうだよね。だって俺思うのは、みんなさ、なんか頑張りすぎてくたびれてる時代じゃん。そうだね。なあ、だからさ、もっと気楽な形でさ、やれればなって思うわけよ。自分自身もそうで、自分もね、頑張るのは得意じゃないし、集中力もないし、だったら自分の得意な気楽に何かやる、ただその時にこう何かあるのひらめきみたいなもんね、こうやろうああやろうって言ったら、それを大事にしながらな、やっていくと。
でもさ、この気楽ってすごい言葉でさ、気が楽になるのよ、うん、そうそうそう、張り詰めたものが楽になるのよ、うん、そうね、こんな素晴らしいことないじゃんね、みんな気苦労ばっかりしてるからな、うん、そうね、あ、うん、だから気楽に行けたら一番いいし、そう、気楽ってその楽してね、うん、何にも努力しないでの意味の気楽じゃないんだよ、まあ、楽しむって気を楽しませるみたいな、そう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 、周りも楽しくなって、自分もちろん自分が楽しいのが一番だし、うん、そうだよね、うん、だから私たち自分が楽しくないことは一切やらないし、うん、でしょ、自分が楽しいからやってるわけで、そうそうそう、一緒にお話聞こうよって、こういう風な形になってるわけだから、そう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 、あなたと私と二人で聞くだけでもったいないと、うん、あの人にも聞いてほしい、この人にも聞いてほしいっていう、うん、そこじゃん一番は、そうだよな、うん、うん、それが大事だよね、だからまあ、うん、あの自分だけでそれを独占しておくのはもったいない、うん、ね、うん、このやっぱり楽しい場っていうのをみんなで共有したいし、うん、同時にやっぱり集まれば集まるほど面白くなる、楽しくなるからね、そうだよね、いろんな人、うん、今回も初めましての人がいっぱい多くってさ、なんかワクワクしちゃうよね、新しい出会いがね、うん、生まれてくるしさ、うんうん、まあ本当にあの今回だけのお付き合いの人もいるかもしれないし、うんね、これからまたさ、うん、一緒に畑やろうなんて人もいるかもしれないし、そう、一緒に畑行きたいですって人いるかもしれないね、うん、そう、うん、まあそれがいろんな形でさ、うん、回される人もいるかもしれないしさ、うん、そういうことも、うん、ね、うん、含めて楽しみだよね、うん、そうだね、うん、まあいいんじゃない、うんうんうん、まあ本当にね、あの西本先生とはもう長い付き合いだし、そうだよ、ね、うん、そうだよ、そう、彼がまだ20代、うん、ね、うん、からだからさ、そうだね、まあ、すごい、もう本当に、まあ、潰瘍性大腸炎という病気でさ、うん、まだまだ苦しんでた時期だからな、そうだね、うん、そういう時期にこう出会ってな、だからさ、病気を乗り越えたドクターだからこそ病人の気持ちが分かるって私すごくあると思うしさ、うんうん、お話聞いてるだけでもなんかヒントになると思う、すごく、うんうん、そうだよね、うん、でまた王ちゃん王ちゃんでな、うん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 、小笠原で、うん、九死に一生スペシャルだからね、本当にね本当にね、人生変わったっていうことがな、うんうん、まあ確かに2回末期がんから生還したっていうことも大きいけどさ、うん、やっぱりね、あの人の激変だ、 そうだね、そっちがさ、やっぱり俺はハイライトだと思うけどね、治った良かっただけじゃないことね、うんうん、それは確かにあるよね、うん、そうそうそう、うんうん、まあそうやってさ、うん、人がさ、うん、ちょっとしたこうきっかけでさ、うん、こう変わっていく、うんうん、そういうこうドラマをさ、うんうん、見てもらいながらさ、うん、聞いてもらいながら、うん、ね、でまたね、本当に参加者同士の面白い出会いもあるはず、ね、そうだね、うん、それはもうね、うん、そう、うん、まあそうやってさ、うん、続けていく、うん、うん、っていうことがね、なんか無理なく続けてるわけじゃん、うん、絶対これやらなきゃどうしようっていうんじゃなくてさ、うんうん、あ、ちょうどタイミングがあったね、西口先生声かけてくれた、東京にいらっしゃる、うん、じゃあやろうか、うん、なんかそのなんかさ、こうスーッと流れに乗るっていうかさ、うん、もうそこやっぱあなたは天才的だと思うよ、なんかそうね、うん、そう、そう、まあ流れに、うん、乗っていかないとさ、うんうんうん、ね、だから、うん、なんとなくね、ここだっていうことは分かるよね、うん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 、感覚的にね、うんうん、これはGOだって、そうだね、今だみたいな、ね、まあ、まあこれちょっとね、うん、スルーするかとかさ、うん、いうのはね、ちょっと今違うなとか、うん、無理だなとかさ、そうそうそう、うん、だからそのまあひらめ、一言で言えばひらめきだし、うん、だその感覚を磨くのが私は大事だと思ってるのね、うん、そう、だからそういうふうな感覚で持ってるとね、うん、間違ったことは来ない、うん、ね、大体かなりのいい確率でいいことが来る、うん、いい話が来る、100発100中じゃないけどね、100発100中は無理だな、うん、でも私この感覚とやっぱりある意味危機管理能力だと思うわけ、うん、ちょっと今回は無理しない方がいいよねって、うん、やめとこうとか、うん、そうそう、またの機会にって、うんうん、でもさ、なんか臆病になりすぎてさ、またの機会に、またの機会にってずっとやってるうちに死んじゃったみたいなさ、それはあり、それはもったいないと思うわけ、そうそう、うん、みんな極端なんで、もう極端にこう臆病になってしまってるか、うん、なんかもうがむしゃらになんか前に進むしかないみたいな、そうそうそう、うん、だから結局頭で考えてさ、うん、ね、こんなことは無理だからとかさ、うんうん、ね、私にはできないとかさ、失敗したらどうしようとかさ、うん、そういったことがね、うん、優先しちゃうからさ、まあね、そうじゃなくてさ、健在意識優位だからね、そうそう、なんかこう湧き上がってくるもの、うん、ね、俺なんかよくね、あったね、もういてもたってもいられないっていうの、うん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 、ね、あることをやろうと思った瞬間にさ、うんうん、やらずにいられないじゃん、これ忘れられないのはね、うん、高速バス、どこあれだったかね、高速バス乗ったのよ、うん、でバスに乗ってて突然湧き上がってきた、うんうん、こういうイベントやろうと思った、うん、そしたらさ、もうさ、当時は携帯もないのよ、うん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 、ね、いてもたってもいられなくてさ、もうさ、次のサービスエリア、うん、泊まるのがさ、うん、
待ち遠しくてさ、うん、あそんなのあったよ、うん、でそれで、降りてからちょっと、一緒にやろうと思ってるのにこうやって電話かけてね、バーッと電話かけてさ、うん、でそこから動き出すじゃん、うん、ね、うん、うん、ただねもう大成功だったよね、うん、うん、いやそういう感覚をね磨いていって、そうそうそう、で楽しくそうだね、うん、まだそうだね、だから今度は、うん、土曜日か、ね、えそうか、土曜か、土曜日、ね、うん、楽しくやりましょう、そうですね、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。